今日9月1日は防災の日。釧路市の幼稚園では大きな地震から身を守るための訓練が行われました。釧路市内の幼稚園では体操中に突然震度5程度の揺れがあった想定で訓練が行われ、園児たちは先生の合図とともに素早く集まって身を守っていました。釧路市では切迫しているとされる千島海溝沿いの巨大地震で震度6強程度の揺れが予想されています。怖かった。頭を守って先生のとこに集まる。まず何かびっくりしないとか騒がないとか、ちゃんと落ち着いてできるようにっていうのを指導していきたいと思っています。